質問は人の褒め方ですね。どんなことに心がけたらいいでしょうかと、こういうことですね。でまずその気をつけるべきことはですね、相手が褒められることを期待しているかどうか、ね、だから期待してない人に褒めても効果はないわけです、ね、褒めて本当にうまくいくのはもう褒められることを期待している人に対してです。だから相手はどうかな、褒められることを期待してるかな、どうかなっていうふうにこう思った時にね、どこで見分けたらいいかというと、自分が頑張っていることを頑張っていることをアピールしてくるかどうかで考えたらいいと、ね、私こんなに頑張ってるんです、こんなに頑張ってるんです、こんなに頑張ってるんですと、こういうふうに言ってくる人はそれは認めてほしくてほしくてしょうがない人なんですね。で言い換えるとどういうこと？頑張ってることをアピールしない人は褒めてもあまり意味がない。うん、違う違う、どういうこと？頑張っている人ほどね、私はこんなに頑張ってるんです、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 っていうふうに言ってくる。うん、ということは認められたい、認めてもらってないという気持ちがある。うん、ということは寂しいということは、ということは例えばその子供でもね、うん、僕こんなに頑張ってるんだ、頑張ってるんだっていうふうに言ってくる人は、うん、どんな人？親から認めてもらってない。親から認めてもらってない。いや認めてますよ、100点取った時は。もうこんなに頑張ったんだよ、こんなにやったんだよ、認めてよ認めてよって言ってくる人は、人は人は例えば子供でもそういうこと言ってくる人は認めてもらうためにすごく頑張る人はどんな人？認めてもらうときに捨てられると思ってる人。うん、そういう人は日頃から見てもらってない人。だから不安が溜まってるんです。ね、不安っていうのは自分は必要とされているかなと、自分はね、その肯定的に見てもらっているかなと。そういうことが不安なんですね。だから自分が頑張っていることをアピールして認めてもらうことによってね、その安定しようとこういうふうに思っている。
で、この場合気をつけなければならないことは、褒めるときに、ん、いやいや、褒めることに、そういう人に対して、そういう人に対して気をつけなければならないことは、日頃から心をかけること。うん、もうそれはそうなんですけど、その前にこういう人、つまりこんなに頑張ってんだよ、こんなに頑張ってんだよって言ってくる人、うんね、つまりこんなに頑張ってるんですって言ってくる人に気をつけなければならないことは、不安が強いので、うん、不安が強いので、不安が強いので、強いので、うん、責めてはいけない。不安が強いので。ちょっと思い通りに認めてもらえないと、うんうん、ね、怒りに変わる、うん、怒りに変わるだけじゃなくて、うん、それでも分かってもらえないと、うん、ね、信心が崩れ、信心で頑張ってやっていこうっていう気持ちが崩れてしまうんです、うん、もういい、もうこんなもうやってられるかみたいな感じになっちゃう、うん、だからどうしたらいい、相手が認めてほしいと思う通りに認めてあげる。それは難しいんです。それは難しい。だから褒め方について聞かれてるけど、うん、そのなんていうんですかね、その一生懸命褒めても、うん、相手から見たらね、うん、すごいパターン化しちゃうんですよ。またこう、あ、またこのセリフ、聞いたことのあるセリフ、なんかこうね、気の利いた一言、別の言葉、別の表現の仕方。同じように、わー、何々すごいねーみたいな感じでやっ、ね、うん、やっていたとしても、ね、言葉が同じだ、うん、心がこもってね、だからその感動を毎回与えることは難しいんです、うん、だから、うん、そのこの不安を取り除くことの方が大事だと思うんです、うんうん、すごく褒めてあげる、うん、つまり褒められて喜ぶのはね、他人ぐらいの距離の時だけなんですよ、うんうん、ね、こんなに頑張ってるんです、頑張ってるんです、頑張ってるんですよ、もう毎回褒めてあげたとしたら、うん、そしたらこの人を褒めてくれるけど、僕のことを見てるかな、どうかな、私の影の努力を全部見てくれてるかな、どうかな、そのなんか気の利いた言葉があるかな、どうかなっていうことが問題になってくるんです。期待してくるんです。期待したら期待に応えるようなことをね、褒めるときに、そのなんていうんですかね、芸人さんが、いや、エンターテイナーがね、この1回で感動を与えるような褒め方をしなければならない。しかも毎回期待してるわけです。で、これは難しい、現実問題として難しいので、やっぱり日頃から見てあげた方がいいと思うんですよ。ね、で、まあ、褒め方として、うん、その気をつけるべきことは何かと、その上でね、うん、褒め方として気をつけることはね、すごく褒めるとか感動を与えるように褒めるっていうことではなくて、うん、どういうこと？相手をよく見る。
見るってことは自分から見る、うん、そうじゃなくてその褒め方に対して気をつけるべきこと、うん、具体的に褒める、うん、そう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 、その人の努力とかを、ね、どういうふうに、うん、その日頃やってることをちゃんと観察してそういうところを褒める、その違う違う結局ですね、うん、その相手は、うん、私の頑張っていることや、うん、苦労してること、大変だと思っていることを分かってもらっているかどうかが大事なわけ。分かってもらえている上で褒めてくれたらね、その褒め方がどんなにたどたどしくても、どんなに言葉が足りなくてもね、いや本当に頑張ってくれてありがとうっていう短い言葉であったとしても、分かってもらった上で言った言葉は、うん、ね、うん、はあ、そうだなって思うんですでもね、よくあるんですよ、来た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 、よし、これを褒めてあげないといけないとか言ってね、褒めなくちゃいけない、褒めなくちゃいけないっていうことで、相手がね、自分の主張を十分話す前にね、いやー、何いつも頑張ってるでしょな、何を見て、何を聞いて褒めてるんだろう、口先だけじゃないか、そうやってまた利用して働かせようっていうことじゃないか、こういうふうになるわけです。だから相手が話をしてる時には全部聞くんです、こちら側も口を挟まない、全部聞いて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 、相手の話が終わったときに、いやー、本当にすごい頑張ってるんだね、いつもありがとうね、言うだけでいいんです、うん、なるほど、そうですね、まず聞くと、そうそうそう、丁寧に丁寧に、そう、で、相手が自分が思っていることを全部話し切ったら、もうそれだけで満足なんです。でそこに初めて褒めてあげるということが出てきて、初めて、ああ、分かってくれたんだ、私の努力をっていうふうに思うわけです。だから聞き切るってことです。特に頑張ってるっていうことが溜まってる時人ほどね、その自分が頑張ってることを言ってくる。しかもね、なかなか聞けないのは人の悪口を言いつつ頑張ってるタイプのね、こんなに頑張って、あんなんだ、あいつがあんなことしたけど俺はこんなに頑張、あいつはこんなことひどいけど俺はこんなに頑張ってると言った時にはね、そのそうだねそうだね、その気持ちはわかるよ、そうそう、あくまでそれが正しいとかどうかじゃなくて、その気持ちは、そう言いたい気持ちはわかる、本当に大変な思いをしてやってるんだね、うーんって聞いた上で、いやー本当に何々君がいてくれるおかげでこの事務所は回ってるよとありがとうね、そこのだからね、悪口の部分をこう、ね、聞き流すところがなかなか強い、ここでね、カチンときてしまうところがこう、じゃあ悪口の部分はその気持ちわかるよって、そう言いたいんだねって、そこまで言いたいんだね、わかるわかる、うん、そうか、それが正しいと言ってるわけじゃん、その気持ちは、わかるわかる、つらいよね、そうだね、聞き切って、聞き手がね、そこまでね、うんうん、大づちだけでこうね、もう何もこう言わずに、よし、ここで褒めといて話を終わらせようとかね、そういうのじゃなくて、もうそこでこうしっかり聞き切る、ね、
特にね、溜まっている人の場合ね、定期的にガス抜きが必要です。うん、私の経験則から言うと、うん、どれぐらい？1週間に1回。そうです、週1、週1に1週間に1回は1時間ぐらいの覚悟で、うん、ね、ガス抜きをする、うん、話を聞いてあげる。うん、そうするととても快適に頑張ることが、頑張っていただくことができるようになる。なるほど。定期的に時間を取るように。うん、こちらから取ってもいいですか？でも毎週その状況を聞きたいから、1時間ぐらい毎週時間取ってくれというふうに、うんうん、こちらからそういう時間を、そう取って、で話が相手が終わったら1時間時間が残ってても、もうそれで終わりにすると相手としての負担がなくなるわけです。うんうん、ガス抜きです。で、これはこの一般的な大人の場合ですね。で、子供の場合は、子供の場合はその褒められたい、褒められることを期待しているときは、うん、ね、それは振り向いてほしいからなんです、うん、親に、ね、それがその親に向くんじゃなくて、今度他人でもね、ねえねえねえ、僕こんなに頑張ったよって言うようになったら、うん、ますますすごい乾いている状態、うん、で、これはどうして起きるかというと、うん、それは親に対して例えば見てほしい、聞いてほしいっていう時にそれが素直に言えない場合が多いわけです、うんね、例えばそのジュースを飲みたいだけどジュースを、ね、入れてとは言えないってことです。もちろん入れてとは言った、でも入れてとは言うけど自分で入れてきなさいって言われてしまうと、うん、もうね、大きくなったんだからできるでしょって言われる。そうすると自分が言った言葉によってね、何気ないことですよ、何気ない言葉、本当見てほしいっていうことを時に何気ない言葉を言って振り向いてくれるかどうかが大事なわけ。振り向いてくれないから、だから頑張っていることを認めてもらえば振り向いてくれると思っちゃうわけ。だから日頃からね、自分がしてほしいことは何でもしてもらえるような環境になったら褒められたいっていう気持ちはなくなるんです、うんうん、例えば甘いもの食べたいって、ね、どんな甘いものみたいな、その行った瞬間に甘いものを食べたい、パッとこう反応して、どんなどんなもの、そのお茶とかだったら全然飲みたいっつったら、うん、自分でやるって言わずにやってあげることがほとんどなんですけども、例えばそのもう夜寝る時間なのにおやつ食べたいとか、うん、あるいは下の子抱っこしてるように抱っこしろとか、こうそのそういうそのそれそのまま OK できないようなことが多いじゃないですか。そ, のそれはその夜おやつ食べたいと言ったら、うん、ね、食べさせてあげることはできない、もうこの時間だから、うん、そしたらもうひたすら謝るんです、うん、ごめん、ね、食べたいよね、ごめんね、ごめんね、もうちょっと早く行ったら食べさせてあげたいごめんねって謝る。この謝るっていうことはすごく大事なんです、うん、なぜかというと謝ってあげれば、うん、その言われた子供はね、謝ることができるようになるんです、うん、何かこうね、え悪いことをしてしまってね、ギクシャクするような関係になったとしても、自分で謝って関係を修復するので、うん、することができるので、非常にその人間関係がうまくなってくる、ね、で抱っこしてる時にね、また抱っこしろって言った時には、今抱っこしてる時にじゃあね30秒ね、あと30秒でちょっと一旦下ろしていいと聞いて、で30秒後に下ろしてまた抱っこしてあげる。
で30秒して、じゃあまた僕も私も抱こうって言ってきたら、じゃあ30秒とその時間を決めてやってあげるって、うん、なかなか現実的には大喧嘩を目の前で始める。抱っこしてると引っ張り合いがこう、だから時間を待たせるね、30秒待ってもらうっていうことが大事なんです、うん、上田さん、すいません。はい。